はい、どうも、お茶です。とうとうモンハンワールドがね、発売しましたね。僕はね、ダウンロードで買ったんでね、ちょうど12時からね、できました。はい。なんでね、ちょっとね、少し説明をしていきながらね、プケプケというモンスターを買っていこうかと思います。まずはね、クエストなんですが、結構ね、キークエストとかあって、そういうの上げてって、どんどんなんか、ね、強力なモンスターと戦って、みたいな、そういう感じじゃなかったですか、従来のモンスターハンターっていうのは。今回のモンハンワールドはね、そういうのなくて、任務クエストって右上に表示されてると思うんですけど、こういうね、の、討伐してって、どんどん進めてくって感じですね。キークエストみたいなのは今回全くないですね。はい。なんかね、どっちかといったらストーリー寄りになってますね。ストーリーを進めれば、いろんなクエストが表示される的なね。そんな感じになっております。はい。ではまずね、武器をちょっと紹介していこうかと思うんですが、間違ってオトマイルに話しかけてしまいました。オトマイル可愛いでしょ？いや、こんなね、可愛い猫がね、作れるんですよ。まあ、名前ブリって名前ですけどね。これちょっと邪魔なんだけど、こっちはお供か。こっちがアイテムボックスっぽいね。まずはね、武器はね、鉄塔、体剣、片手剣、双剣、ハンマー、狩猟笛、ランス、ガンランス、スラッシュアックス、チャージアックス、総中根、ライトボーガン、ヘビーボーガン、弓があるっぽいですね。で、自分はね、太刀を使っております。どれだっけな。あ、なんかね、さっき新しい武器作ったんですけど、だからオートセーブされてなかったっぽいですね。まあ、とりあえずね、まあ、こんな感じで、武器はあんだけあって、で、まあ、やる方法つかなんだろう、進める方法みたいな感じとしては、しっかり任務クエストをこなしていくっていうのが、いいらしいですね。でね、今回は集会所クエストとかね、村クエストとかね、そういうの分かれてないっぽくてね、全部共通らしいです。はい。ってことで早速ね、ちょっとこのプケプケとかいうのをね、狩ろうと思います。ってことでカットします。はい、ということでね、今回はソロでね、プケプケを買っていこうかと思います。本当はね、メンバーを揃うまで待機したかったんですけど、正直今ね、もう4時なんですよ、深夜のね。もう深夜というか早朝というかね、まあ、そんな時間帯なんで、正直待ってても多分人来ないと思うんでね。なので、行こうと思います。あとね、なんかなんだろうな、集会所みたいなのがなくてですね、なんだろう、モンスターハンターフロンティア的なね、感じになってるんですかね。俺もそこら辺もよくわかんないんですけど、なんか一つの、なんて言うんだろうな、拠点に、何人だろう、16人でしたっけな。確か16人が集まって、そこからクエストあったりして、自由に行ったり、みたいなことがね、できるらしいです。はい。なんで、もしかしたら、あんま集まりづらいかったりするのかもしれませんね。はい、ということで、こんな感じになっております。ものすごく綺麗なグラフィックですよね。皆さん、モンスターハンターをやってた方はね、懐かしいかと思いますが、アップトーノスですよ、これ。俺最初見たときすごい懐かしかったですね。アプトノスね。あとね、あ、生肉持ってないか。ちょっとアプトノス借りますか、一回。肉焼きセットの音を聞いてほしいんですけど。よいしょ。私はこんな感じでね。あとね、こっからなんかこういうのを派生したりね。僕 3D の方やってないんでわかんないですけど、これね、僕 PSP の時はやってたんですよ。その時はね、これなかったんで、なんかすげえ、かっこいいなって思いましたね。3DS の方もあったのかな？ちょっと僕わかんないですけど。で、これが肉焼きセットの音です。ちょっと変わってると思いきやね。あ、焦げ肉やっちゃった。まあ、後半変わってるんですけど、最初のてってて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 てとかはね、変わってないんですよね。あ、生焼きになっちゃった。まあ、こんな感じでね。ものすごくこの音楽聴いた時もね、懐かしかったですね。本当はね、上手に焼けましたが聞きたかったんですけど、お、蜂蜜があるな。ゆうたくんの蜂蜜ください。あれ？あ、なんか今作は蜂蜜って概念はないのかな？回復薬グレートがもらえるっぽいですね。蜂蜜くださいのせいで、なくなっちゃったんですかね。おっと。これは雑魚的なんで無視しましょう。一応これジャグラスって名前らしいですね。まあ、ランポス的な存在ですかね、昔で言う。で、結構これもね、いろいろと変わってるんですよ。まあ、崖とか、ツタ登るときとか、ワイヤーフックみたいなのができて、すごくね、スムーズに登れたりするっていう。あと、なんかね、ジャングルの王者みたいなことできるんですよ。ジャングルの王者みたいに、ターザンをね、こう、なんだろう、ツタを、こう、なんて言うんだろう、ツタを渡るみたいな、ツタに乗って移動するみたいなこともできたりするんですよね。まあちょっと今回お見せできるかはわからないですが、まあそこら辺はね、買ってからのお楽しみということで。モンスターがどこにいるかな、なんですけど。あ、これね、今作からの新要素なのかな。シルベ虫っていう。で、こうやって、このね、虫のこう、足跡っていうか、モンスターの足跡を集めると、虫がね、教えてくれるんですよ、場所を。こんな感じでね。これについていけば敵と会えるよっていう。これもですね。で、ちょっとね、ほら、誘導開始って出たじゃないですか。こんな感じでね、教えてくれたりするんですよね。救難信号。まあ、これですね、サインですね、サイン。おっと、プケプケが、あ、いますね、これです、これ。新モンスですね、プケプケね。ベータ版で、なんかすごい低確率で出るっていう噂だったらしいんですけど、僕は見てませんね。で、これ、なんかね、ちょっとムービー見た感じ、なんだろうな、毒吐くっぽいですね。ゲリオス的な存在なのかな、多分。で、左上のね、キラージゲージを見てもらえばわかるんですが、今作ね、非常に、あ、やばいですね、これ。これ、イビル城的な存在で戦ったら今負けます。なんで逃げます。でね、左上のキラージゲージ見てもらえばわかるんですけど、今作非常にキラージが落ちやすくなってます。その代わり砥石が無限で持てるっていう。これアイテムポーチのね、アイテムポーチの数に数えないっていうか、なんて言うんだろうな。アイテムポーチを埋まらないんですよ、これは。さあ、プケプケだけ追いかけましょう。こいつはね、なんか強いらしいんで、無視します。さあ、ソロ討伐なんでね、どんぐらい時間かかるかわかりませんが、まあ、なるべくね、早く終わらせたいところですね。まあ、この時間帯なんで人いなかったのかもしれないですけど、まあ、普段結構溢れてますね。というか自分から入れば結構います。確かね、16人までだった気がするんですよ。プケプケ顔気持ち悪いですね。なんか、カエルみたいな顔してる。で、これ回復の速度見てもらったらわかるんですが、今作めちゃくちゃ遅いです。で、ローリングすると、回復がね、全然回復しないで、数を1個表示されたことになるんで、なかなかね、鬼畜な設定となってるんですかね、これね。これは尻尾振り回す攻撃。はい、ローリングで受けていく。さあ、鬼人化をどこかで使いたいところだが、鬼人大回転切り。まあ、これは昔からいましたよね。PSP の頃から。よいしょ。これどこが一番効くんだろう。数字見ればね、今作から分かるようになってきたんで、昔は血の数で判断できたんですけど、今回からは数字ですね。多分これは 3DS にもなかった要素なんじゃないかな。なんかこれ見たとき僕はね、ドグマっぽいなって、ドラゴンズドグマっぽいなって、まあ、同じカプコンが作ってるゲームなんでね。よいしょ。まあおそらく頭が一番効くのかな。なんかやっぱちょっとね、見た目的にもゲロスっぽさがありますよね。このなんか、ちょっと短い尻尾みたいな。なんだろうこれ。初見モンスなんで、あんまりよくわからない部分もあるんですが、顔が本当に気持ち悪いな、こいつ。お、尻尾切れました。あー、これはね、ドスジャグラスですね。まあ、雑魚モンスなんで、ワンチャン無視しながら戦っても、あ、でもちょっと邪魔っすね、やっぱね。まあ、多分プケプケから逃げてくれるんじゃないかな。おっと、プケプケの毒が、ドスジャグラスに当たりましたね。さあ、こんな感じですごく遅いです。で、ローリングすると、回復した分まで回復して、回復薬を一つ失うことになります。なんで、しっかりとしたね、状況判断からの回復みたいなのがね、重要になってきますね。またね、切れ味が落ちてしまいました。で、今回ペイントボールとかおそらくないんじゃないかな。なんかもう一回見つけたらね、シルベムシがずっと教えてくれるんで、マップずっと表示されるんですよ、これ。ドスジャグラスの方も、そうなんかな。いや、ドスジャグラスの方は違うんかな。多分、足跡をね、見つけ次第、みたいな。見つけたら、もうずっとシルベムシが教えてくれるよっていうシステムなんでしょうかね、多分。よいしょ。さあ、海進の内側、すごい発動しますね、この武器。さあ、切りました。あんま強くないのかな？俺の武器が強いのかな？それとも。結構これ強化してある武器なんですよね。なんか、まぐれで強化できたみたいな。一回任務クエスト行ったら、強化できる素材集まってたよ、的なね。今作ね、多分ね、モンスターに登ることもできるんですけど、登り方がわからないというね。いて。これですね、毒。結構減りますね。ちょっとまずいな。飛躍とか欲しいんだけど、解毒薬もらったよね。オッケーオッケー。ん？お、回復ミツバチ。いいですね。なんか今回こういうのあるっぽいですね。なんか回復する虫がいるらしいです。海進がすごく発動するな。あ、やべ、デュアルショックのバッティがなくなってきた。よいしょ。砥石したいんですが、いけるかな？あ、これやばいやつや。この木の裏に隠れて出てるしないかな。お、できそう。ちょっと回復がさすがになさすぎますね。これ、ご飯食ってくれよかったな。まだ食い方よくわかんないんだけど。なんかご飯食うところみたいなのあるんですよね。よいしょ。今回あれか、降りてきても風圧ないんだな。前のモンハンはあった気がするが。よいしょ。お、なんか V 破壊。頭かな？よいしょ。そろそろ鬼神大回転当てないと。あ、やべえ、どこ撃ってんだこれ。お、ひるんだ。もういけるかなこれ、当てれるか。よいしょー。これ当たったね。オッケー。なんだろう、これ。なんか高速技みたいな感じが。入れ。あ、それ攻撃なのか。なるほど。いいね、会心。結構発動しますね。あー、またか。なんかすごい呪いですね、この攻撃。もういいや、グレート使おう。よいしょ。まあ、こんな感じでね。あれ全部回復してるな。ちゃんと回復まで待てたっぽいな、今のは。にしてもね、個人的に不満なのは、切れ味落ちるのがマジで早い。もうゴリゴリ減りますからね。もう足引きずってる。やっぱり、序盤のクエストだけあって、全然楽勝ですね。さあ、飛び立ちましたが、どこ行くんでしょうか。いや今回ペイントボール当てなくてもいいってのが楽だな。なんか向こう行くっぽいな。ちょうど筒あるんでこれで試しますか。こんな感じでワイヤー移動とかね。あれワイヤー移動ってこういう感じでね、すごいスムーズに登れるっていう。あった、これツタ。これね、こんな感じでターザンできるんです、ターザン。あれでなんかもう一個向こうにターザンあったらターザンからターザンに捕まってみたいなこともできたり、すごくスタイリッシュ性の高いね、ゲームとなっております。ほんとね、今までのモンハンとはね、思えないぐらいね、もうめっちゃ変わりましたからね。最初は結構戸惑うかもしんないっすね。どこで止まるんだろう。あれ全然止まる気配がないな。あ、あそこにいた。これワイヤーアクションを使っていきますか。ワイヤーアクションとジャンプを組み合わせたらめちゃくちゃね、速いっすよ。さあ、ダウンした。これちょっと頭いきたいな。多分頭が一番減るんでね。よいしょー。さあ、36。めっちゃダメージやばい。鳴き声。すごい狭いな、ここ。またダウンした。そんなか。よいしょ。さあ、切れ味黄色になるまでに倒せるか？倒したいが、倒したいんだが、いけるか？あ、無理でしたね。これ、砥石、研げるスペースが、お、いいっすね。ちょうど黄色になったぐらいで倒せましたね。こんな感じでね、なかなかに個人的に面白い作品だなって思ってます。正直、ベータ版やった感想は、あんま面白くなかったんですけど、やっぱ製品版はね、面白いですね。やっぱいろいろね、武器とか防具とか作れたりするっていうのが大きいですね。ベータ版は何もできなかったんで、正直モンハンの醍醐味ってそういう素材集めじゃないですか。それがね、できなかったベータ版とはやっぱ大違いに面白いですね。はい。こいつの素材からは毒武器が作れそうですかね。まあ、正直もうね、あとはやることがないんで、今回はね、こんな感じで、キリがいいんでやめようと思います。ぜひ皆さんもね、モンハンワールド買う方はね、楽しみにしてくださいってことで、ご視聴ありがとうございました。失礼します。